ポンタです。ジョーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もニューヨークからお届けいたします。はい。かっこさまがお見合いをなさったそうですが。いや、お見合いはしてないと思う。お見合いをしようとしたんだろうと思うけど、その、お見合いの。してないですか。お見合いをしたわけじゃないです。お見合いしたのかと思っちゃいました。お見合いをする、手立ての準備をしようとして、お相手の方と、お相手のメーカーの人たちと、いかがですかっていう話をしてんじゃないですか。はい、お見合いのもっと前だよ。ここの5人衆対相手の家の何人衆か知らないと、相手、それも、どっちも何人衆なんですか。いや、わかんないけど、それが会合なんで、ゆかりの会なんだから。うちの視聴者の方から書き込みをいただきまして、この集まりですけれど、財団法人霞会館へ平成4人組プラス1人、お邪魔しに行かれたが、立食パーティーで鹿児島家中の会合に約100名の名士の方が参加されていたそうですけれども、約4分の1上級士分の方々に、孫娘の顔を見せに行った程度に見えると。設計衆の皆様が行っていないようで、また会合に不参加の家中の皆さんもいるようです。仕方なく参加された家中の皆さんもいたようです。というところで、こういう書き込みを、貴重な書き込みをいただきました。貴重な情報をいただきました。100名程度の立食パーティーだったそうで、まあ、主に、孫娘の顔を見せに行ったというところでしょうか。よくわかる。要するに、旧家族の、はい、集まりですね。集まり。はい、その霞会館に私的に、プライベートに、この5人衆の方たちが、上皇ご夫妻と、永宮ご夫妻と、シカゴ様の5人衆が、プライベートに訪れました。で、そこに集まられたんです。人が。はい、会合なので。はい、で、はい、その中で出席されて、その、まあ、こういう会合が結構ある。要するに簡単に言えば、この、上皇ご夫妻はこの会合に長年出席されているわけですよ。つまり、見合いのためにある会合ではないですね。要するに。つまり定期的にこの会合があるわけですよ。その、旧家族の集まりで。ライオンズクラブみたいなもんです。何名も言いますけど。それあれですかね。また三宅に私たちも行きたいよ、行きたいよって言って会合してるんですかね。三宅自体は関係ないと思いますよ。だから家族と三宅は直接関係ないじゃないですか。そうですよね。うん。別に話だと思いますよ。うん。昔を例えば多分、その天皇の血筋なのかよくわからないです。今は天皇の直接、天皇家との直接のその血筋があるかどうか知らないけど、まあ家族というものがあったんでしょ、はい、亡くなったんですけど。はい、で、その、まあいわゆる、うん、どうですか、上流階級の人たち言えば、っていうことでしょ、はい、家族っていうのは。はい、で、そういう名家の人たちの集いですよ。で、その集いに滞在して、そのニュースになってました。これ、この記事の元々は、はい、上皇ご夫妻が、結婚65年を迎えたご夫妻が約1時間滞在して、はい。にこやかに会場を後にされたっていうのが最初の記事なんですよ。ニュースとして。で、その、シカゴさんはどうこうって話は、このニュースには当然なかったんですよ。でも、はい、実は、シカゴ様がこれの、まあ、主人公だったっていうことがだんだん分かってきて、ああ、だから別にそれで集まったかどうかは分からなかったんだけど、よくよく内容を見てみたら、ちかこさんのことだったってことですか？そうでしょうね。だから、まあまあ、たまたまかどうかじゃなくて、明らかにこの五人衆で、みてこ様が、ちかこ様を連れて行ってるわけですよ。で、その、うちの孫です。どうぞよろしくお願いしますっていうので、お相手のね、中の全員そうなのかどうか分からないけど、その中の、集まりの中の人たちの、あなたとこの、ご子息、
独身の、息子さんいらっしゃいますかっていうので、そこの、ね、息子さん、と、うちの孫です、シカコです、よろしくお願いしますっていうので、次、お会いするときに、お見合いでもいかがですかという話を持っていったんでしょ。そのために、皆に、引き合わせたんです。はい。引き合わせたのはいいんだけども、それを、実態を、女性、週刊女性が、まあ、すっぱ抜いて出て、はい。どこのメーカーかからわからない、その中のメーカーの一つが、そのメーカーには実際、はい、シカゴ様と同年代の独身男性がいますが、エイミヤ家とは極力関わりたくないというのが本音のようですというので、まあ、この理由は、エムコさんの結婚問題から端を発した永遠の宮家に対する国民からの批判は未だに根強く残っています。今後縁談の話があったとしても、シカゴ様やエイチ様の相手側から拒絶されてしまう可能性はあるでしょうと言って、この記事が出してあるわけですけれども、要するに、そうやって縁談の話で、お相手に、相手とお会いになってるんですけれど、実際には、まあ、実際にお見合いすることはないでしょうということです。お相手から見合いしたくないというわけです。ああ、じゃあ、お見合いをしたわけじゃないんですね。実際にお見合いしてるわけじゃないと思います、ね。お見合いに断られたのかと思いましたよ。いやいや、見合いをしたんじゃないし、見合いをする前の段階で、いやいや、うちは見合いはしたくありませんというわけですよ。ああ見合いする前の段階で。うちの息子いますけど。でも、そりゃそうじゃないですか。だって、KK のところと親戚になりたくないっていうのももちろんあるかもしれないけど、今ほら、SNS がものすごく流行ってるから、エイミヤがどれだけ悪く言われてるからっていうことを、みんな見ちゃってるでしょう。まあ、エムコさんだけの話、KK さんだけの話ではないでしょうね。エムコさん、KK 以外にも、見て子がどれだけ意地悪かとか。うん、まあ、そういうのは、まあまあ、あるかもしれないですね。まあ、というか、永遠の宮家の評判が悪いっていうのが一番大きい。あ、そうね。まあ、美手子さんはちょっと関係ないかもしれないけれども。うん、まあ、一番は。美子様がどれだけ意地悪かとかさ。うん。で、あと、批判的な声が多いので、なんかいろいろめんどくさいことに関わりたくないっていうところなんでしょうね。そうでしょうね。うん、普通はそうだと思いますよ。だって、別に、で、自ら、そのカオスの中に身を投げるとか、する人あんまりいないじゃないですか。そうですよね。これが、私が言うには変ですけど、愛子様のお相手の、相手としたら、はい、もうちょっとね、前に進んだんだろうけど、シカ子様はだから、永遠の宮家の人なんで、はい、そうなったんでしょうね。だから、今回、それはでもね、紀子様にしたら誤算なんですよ。いやいや、うちの娘ですっていうので、皆が、どうぞ、次は、お見合いのチャンスをいただけませんかと、申し込み殺到っていうふうに、まあ、ね。可愛いからですかね。まあ、そういうのはあるでしょう。一般的には私は、やっぱりこの、エムコさんよりやっぱり、まあ、シカゴさんの方が、見てくれはいいと思いますよ。内容は別として。うん、普通にね、一般的にはね、この個人の好みは別として、はい、一般にはそうだと思うんですけど、はい、でも、結婚するのはそれだけじゃないですからね。はい、やっぱりお相手としてはいろんな要素があって、で、はい、シカゴ様だけの問題じゃない、家との間の、ことで言えば、一番はそれでしょうね、だから。やっぱ、うん、こんなめんどくさいとこと、親戚縁者になるのは嫌だっていうことでしょうね、簡単に。はい。これが、紀子様には大ショックだったんですよ。で、美手子さんもだって、そんなことを思って連れてきてるわけじゃないから、じゃなかったら連れてこないじゃないですか。うん、でも、うちの孫は、いい孫ですよ、もうそろそろ適齢期なんでどうですかって言って宣伝しに来てんのに、うん、逆に、いやいや、ちょっとうちはっていうので、お断りされてるっていうことは、うん、お断りされるの分かってて連れてこないんですからね。うん、つまり、ショックなんですよ。ショックっていうか、思いも
書けないことになっちゃったっていうわけで、特に紀子様はもうがっかりしてんじゃないですかね。 H 様もこの先どうなるかわからない。最近紀子さんがっかりしてばっかりですね。でだからストレス、だから胃腸の調子が胃腸の調子が良くないんだ。うん、これが原因なんじゃないですか。ああ、てかまあ自業自得ですけどね、この方の場合は。ああ、そうなんですか。自業自得じゃないですか。まあそうですね。自業自得って本当にその通りですけど、まあいろんなね、ことがありますからね。うん。だって自分のことしか考えてないから結局。まあ今回もだからまあ言えばそうなんですよ。別に例えばその前日12日は能登地震で2回目の訪問を天皇皇后両陛下してますよ。はい、ああ素晴らしい。自分たちで足に国民に寄り添ってそういう公務をこなしてるんですけど、はいはい、家の宮家さんたちは自分たちのプライベートでこういう、はい、でもう対照的ですよね。よくわかりやすい。うん、このでしかも家の宮家はやっぱり言われてるように。はい、御手子様側なんですよ。御手子様と行動を共にしてるわけです。はい。で、はい、御手子様が、だから愛子様のね、収賞口を斡旋したとか話は一切聞こえてこないわけですよ。もちろんお相手もですけど。はい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 、で、そんな話は全然で聞こえてこない。御手子様は、だからそんなことには全然、興味がないじゃないし、悪く言えばね、妨害してるって。妨害してる。この前だって、だから呼びつけて、なんでうちに、私も、卒業報告来ないのって言ってるわけだから、それぐらい、はい、なんていうんですか、もう、こっちはね、足引っ張ることしかしないですよね。うん、それは怒ってんのに、愛子様には怒ってんのに、しか子様の方は自分の孫娘だっていうので、孫だっていうので、お見合い相手を探しに来てるわけですよ。こんなに、温度差があるってこと。天皇陛下と、要するに自分の長男夫妻と、次男夫妻との差がこんなにあるんですよ。でもあれなのにね、両方ともだって、自分の子供でしょ？もちろんそれはそうですよ。種が違うと言われてますけど。ね、うん、でもまあもちろん間違いなく自分の腹を痛めた子供に間違いないはずですけど、長男は、なんか、いまいちこう、ね、なんか、仲が良くないですね。で、仲が良くないっていうか、もう意地悪ですよね。長男嫁には。で、こっちの次男嫁には、もう熱く、いつも、なんか、まあ、釣り寄ってくるところがあるんだろうけど、それで喜んでるんだろうけど、こっちはね、だから、今回だって、御手子様の主導で、今回この、お見合いの、案件があったわけですけど、でもうまくいかなかったっていうことです。で、まあ、人生でそんなにうまくいくことばっかりじゃないですからね。普通は、まあそうなんだけど、はい、まあでもこれからもうまくいかないかもしれませんけれども、まあ自分で道を切り開いてください。ああ、見てごさんに頼らずに。まあでもまさかの拒絶だっていうのでね、がっかりしてこう、はい、っていうのを。いやでもそれって結構だから SNS の影響が強いと思いますよ。なるほどね。今まではだっておピラになってなかったところなっているから。まあ今の時代がだからそうなったっていうことですね。うん、うん。だって、紀子様の息子にはなりたくないんじゃないですか。ああ、そういう意味か。紀子様の息子になりたくないっていう。紀子様が一番ちょっと、めんどくさいっていうことですか。めんどくさいんじゃないですか。うん。でも、あれですよ、紀子様のとこは、なんかその人事異動で、なんか、いい人、K さんっていう人を、雇ってきたみたいですよ。その、報道対応にかけて、宮内庁随一って言われてる人を呼んできて、で、愛子様の人気に負けるものかっていうので。ああ、やるんですか。うん、SNS にね、この人は積極的な人らしいんで、紀子様は。で、愛子様の、はい、ばっかり人気あるのがもう気に入らないわけだから。はい。だから、
凄腕のスポークスマンを皇嗣職に加えられた紀子様っていうので、ね、そうしたらね、うん、あれじゃないですか、合成写真とかいっぱい使うんじゃないですか、トンボじゃないですけど。あー、それでもやったらダメですよ。イギリスの王室それやって偉い目になったんですから。あ、そうですか、ね。写真こう、なんか変えて、ものすごく突っ込まれてましたよ。ああ、そうですね。キャサリンさん。謝ってましたよ、ね。そうですよ。あんなことすると、だから下手にね、SNS やるのはいいけど、SNS って、意外に難しいのはそういうことやっちゃうと、炎上するんですよ。あ、うん。で、SNS は下手に、変なことしたらダメなんですよ。あるがままでやらないと、失敗すると、すぐ炎上する。はい。まあだから、この人雇ってたのかしら、ケイさんって言うと雇ってたのか知らないけど、はい、その愛子様人気にね、自分とこは、今ちょっと、焦ってるんですよ。なんかそれもおかしいけどね。どうなんだろうと思うけど、なんかとにかく気に入らないんでしょ？天皇、今は天皇陛下の方の。自分とこの息子じゃないし、天皇陛下とこの、ね、娘さんが大変人気なんで、もう腹が立ってしょうがないんだと思うけど。自分と孫なのにね。うん、そうなんですよ、実際に。それでもね、そうやって、紀子様はもう対抗意識っていうか、あれで、で、しかも今回ね、シカゴ様は、ミデコ様は連れてきてもらったんだけど、逆にがっかりする、偉いことになっちゃったっていう。こんなことになってしまいました。つまり、はあ、うん。まあ、なかなか、ビアの悪事も、どんどん広がってきてるっていう感じでしたね。うん、SNS の時代はだから怖いもんでね、嘘も、はい、無視もできなくて、こんなもんじゃないかなと思うので、はい、これが、シカゴ様にも、こういう風に、はい。だから、あんまり悪いことばっかりしちゃいけませんよ。ねえ、お相手がどなたになるのか知らないけど、どういう決着するのか知らないけど、永宮家は大変ですね、だから。はい。かたや天皇陛下はね、3回目の、能登地震に行こうかというところの話もされてますからね。こんなにも違うものかと思いますけどね、同じ皇室でもね。うん、うん、で、天皇陛下のことはまた後で、うん、後日またうちも発信したいですけどね。ということで、うん、はい、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。